市民スタッフの宮下です。いよいよ三重徳岡国体開催まで140日を切りました。今回は伊賀市での開催競技やデモンストレーションスポーツについて国体推進課の松村さんにお伺いします。松村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、伊賀市ではどんな競技が開催されるのか教えてください。はい、伊賀市で開催する競技には予選などを勝ち抜いた日本トップクラスの選手が競い合う正式競技と、スポーツに親しんでもらうことを目的とした県民なら誰でも参加できるデモンストレーションスポーツがあります。伊賀市で開催する正式競技5つを開催順に紹介します。まずは少年女子のハンドボール、続いて青年男子の軟式野球、次に女子サッカー、そして青年のクレー射撃、最後に全種別を伊賀市で開催する剣道です。私たちはそれぞれの頭文字を取って花咲く剣道と覚えています。デモンストレーションスポーツは伊賀流手裏剣打ちスポーツとピンボールスポーツの2つを伊賀市で開催します。合わせて7種類の競技があるんですね。あまり馴染みのない競技もありますので、それぞれの競技について詳しく教えてもらえますか。わかりました。それでは正式競技から開催順に特徴や見どころ、また日程や開催場所について説明しますね。まずはハンドボールについて説明します。9月25日土曜日から29日水曜日まで三重県立夢ドーム上野で開催します。ハンドボールはサッカーから派生したスポーツです。しかしサッカーとは違い、名前の通り手を使います。ハンドボールの見どころは何といってもジャンプしてのダイナミックなシュートです。手指に松ヤニなどの粘着剤をつけるため、ボールに力が乗りやすくスピードが出ます。トップレベルの選手のシュートは時速100キロを超えます。パスやドリブルを駆使して相手ゴールに切り込み、ジャンプシュートを決める瞬間は息を呑む迫力がありますよ。走る、飛ぶ、投げるの三拍子が揃ったスポーツなんですね。その通りです。続いて軟式野球について説明します。9月26日日曜日と27日月曜日に上野運動公園野球場で開催します。軟式野球はプロ野球などで使われるボール硬球ではなく、外側がゴムでできた柔らかいボール軟球を使って行う日本発祥の野球です。使用するボールが違うだけと思うかもしれませんが、硬球と軟球ではボールの跳ね方などが違うため、プレースタイルや体の使い方などが異なります。軟式野球は日本発祥のスポーツだったんですね。そうなんです。子供でもプレーしやすいように作られたそうですよ。子供の頃軟式野球をやっていたという人も多いかと思います。トップクラスの選手のプレーがどのようなものか、ぜひ一度ご覧ください。続いてサッカーについて説明します。9月29日水曜日と30日木曜日に上野運動公園競技場で開催します。サッカーは皆さんもご存知のスポーツですね。伊賀市にはジュニアのチームも多く、また日本女子サッカーリーグに所属している伊賀 FC くのいち三重もあります。上野運動公園競技場は伊賀 FC くのいち三重のホームスタジアムでしたね。そうなんです。伊賀 FC くのいち三重の選手の皆さんも国体への出場が期待されているので、ファンの人は要チェックですね。続いてクレー射撃について説明します。9月30日木曜日から10月3日日曜日まで三重県上野射撃場で開催します。クレー射撃がどんなスポーツか知らない人もいるかもしれません。クレーは陶器製の標的のことで、クレー射撃はそれを散弾銃で狙い撃つ射撃競技です。オリンピックでも正式種目として採用されていて、世界的にもメジャーな競技です。今回はクレー射撃の中でも空中に飛ばされたクレーを狙い撃つトラップやスキートという種目が実施されます。
高速で打ち出されるクレーを見つけ、狙い、打つという動作を瞬きする間にこなす緊張感のある動きは必見です。射撃を見るのは初めてなので楽しみです。三重県上野射撃場というと市街地から離れたところにありますよね。そうですね、銃を撃つとかなり大きな音がするため、射撃場は法律で建設場所の条件が決められているんです。しかし見どころはたくさんありますので、ぜひ会場でご覧ください。続いて剣道について説明します。10月2日土曜日から4日月曜日までハンドボールと同じ三重県立夢ドーム上野で開催します。剣道も有名なスポーツですね。相手の攻撃に備えながら隙をつき一瞬で勝負を決める、静から動への素早い移り変わりが見どころの競技です。球技や陸上競技にはない武道ならではの魅力がいっぱいです。剣道は伊賀市で全種別を行うんですね。そうなんです。開催期間中は国内トップレベルの剣道選手が伊賀市に集まることになります。それは楽しみですね。残る2競技はデモンストレーションスポーツですが、そもそもデモンストレーションスポーツとはどのようなものなんでしょうか。はい、子どもから高齢者まで幅広い年齢の人が生涯を通じてスポーツに親しみ、世代や地域を超えて交流の輪を広げるために国体競技の一つとして行われる競技です。デモンストレーションスポーツは県民なら誰でも参加できるということなんですけれども、私でも参加できますか。もちろんです。デモンストレーションスポーツの参加方法などについては三重常若国体三重常若大会実行委員会ホームページのほか、市役所本庁舎1階の総合受付や各支所スポーツ施設など市内各所に設置しているデモスポ参加申し込みガイドに記載していますのでご覧ください。わかりました。では東で開催されるデモンストレーションスポーツについて詳しく教えてください。はい、まずは伊賀流手裏剣打ちスポーツから説明します。6月20日日曜日、上野公園に設置する特設会場で開催します。的をめがけて手裏剣を打ち込む競技で、金属製の手裏剣を使う競技の部とゴム手裏剣の部に分かれています。本格的な忍術体験をしたい人と手軽に楽しみたいという人、どちらも楽しめる競技です。最後にピンボールスポーツについて説明します。8月1日日曜日、三重県立夢ドーム上野で開催します。ピンボールスポーツは1メートルを超える大きなボールを使って行う競技です。参加者のレベルに合わせて3部門に分かれており、経験のない人でも楽しめるようになっています。キンボールスポーツは5月18日火曜日から参加者の募集が始まりますので、興味のある人はぜひお申し込みください。思ってた以上に盛りだくさんの内容で開催が楽しみです。そうですね、46年ぶりの三重県での国体開催、ぜひこの機会に会場でご覧ください。わかりました。松村さん、最後にお問い合わせ先をお願いします。はい、お問い合わせは国体推進課電話 43-9100、 ファックス 43-9102 までお寄せください。松村さん、ありがとうございました。ありがとうございました。